川口市立グリーンセンターは埼玉県川口市荒井宿にある植物園である。1967年11月1日、グリーンセンター川口市立花木植物園として開園。1979年に現名称に変更。都市農業の振興、緑地の保全、市民のレクリエーションの場の提供を設置目的としている。 約15ヘクタールの園内においては、大芝生広場、筒子山、花壇、ロックガーデン、勝負園などの施設に、様々なバラエティーに富んだ植物が展示されており、川口市、安行地区で栽培された植木の展示や販売も、行われている。園外の資金に位置する埼玉県道34号、埼玉総火線を挟んだ向かいの箇所に、同じく、川口市立、 グリーンセンターによる屋外プール場が存在する。下記は通常のプールとして、冬季はプールの水を凍結させることによってスケートリンクとしての営業を行っている。営業種目は季節ごとには異なるが、施設自体はプール場とスケートリンク場を兼用する形となっている。東京外環自動車道に近く、東京都心や練馬区の東映東京を撮影所からも、 下道でも、小一時間という、手頃な立地条件の公営施設であり、開園間もない頃から、テレビドラマや映画のロケ撮影に頻繁に使われている。スーパー戦隊、シリーズメタルヒーローシリーズ、仮面ライダーシリーズ、東映不思議コメディシリーズでは長年にわたり、ロケ地として、敷地内の各所がふんだんに使われている。日本の都市公園100選に選定されている。また、 2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された、東門、ありがとうございます。